よろしくお願いします。収支報告の方は今とりわけお読みいたしませんけれども、ここに書かれておりますように、本当にたくさんの方々が一言のメッセージを添えて簡単にご協力をいただきました。それから全国から切手の方は自己負担で近所の方々に署名をご協力いただいて、それを事務局の方にどんどん毎日のように文書で届いております。本当にありがとうございます。今全国的に注目されておりますこうした実態を皆様に知っていただきたいと思います。そしてできればこの、今回こうしてたくさん皆さんからいただいているお金なんですが、有効に有効に使いながら、それで何とかしてせめて若干なりと、こうしてご足労いろいろなことで活動していただいております弁護士さんに、多少なりと私たちの気持ちだけでもお礼の多少なりとお払いができればいいなと思ってるんですが、それも今後の活動に関して使い果たしちゃうとなくなるかもしれませんので、大きなことは言えませんけれども、そうなればいいなと思っております。どうぞこれからも皆さん支えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。あと質問はですね、後で受ける時間を持っておりますので、今日さらに続けたいと思います。3番目でございますけれども、私たちの弁護ということで協力にご協力をいただいております西島弁護士の方から、今までの経過と告発後の状況についてご報告をしたいと思います。よろしくお願いいたします。弁護士の西島でございます。告発状を提出いたしましたのが4月の15日でして、その少し前に集会を、緊急集会という格好で、持たせていただいたときに70人ほどの皆さんが集まっていただきまして、その時に少し告発の内容もご説明いたしましたけれども、告発状提出の後にこういった場を持つのは初めてでございますので、少し、告発の内容ですとか、あとそういった経過ですねについてご説明させていただきたいと思います。4月15日に、検察庁に提出した告発状というのが資料の中に入っております。マニフェストの次あたりに入っておりますけれども、これが、検察庁に出したものでして、これにプラスしてですね、証拠資料というのをつけておりますが、そのもの自体はないんですけれども、その目録的なものをですね、告発状の後につけて、おりまして、これは告発状提出の後に追加したものもあるんですけれども、4月15日に持っていったものはですね、ここに書いてある項15というところまでを持っていっております。その後少し追加をして、5月に持っていったというところであります。で、4月15日に告発状提出したときは、私非常に意外だったんですけど、検察官の方が非常に大歓迎というか感じを私は受けたんですけれども、非常にニコニコとして特別刑事部長という、トップの方ですね、その方が対応してくださいまして、10名の方と一緒に提出に上がったんですけれども、皆さん会議室に入れていただいて、それでもって、告発状を受け取ってもらったと。でその時は実際告発状の内容を見ていらっしゃらないわけですので、告発状の内容ができて、できるできに関わらず、そういった大歓迎ということはですね、つまり、この、なんていうんですか、今回の森田さんのこの、こちらを配って完全無所属だということを、検察官の方でも相当、問題視しているのではないかなという印象を私は受けたところであります。で、内容の告発内容、少し、何度も聞ける方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうですね、告発するにあたっては、もう100万票を得て当選されたという知事を相手に、法的責任の追及ですね、政治的責任の追及ということにとどまらず、処罰を求めるというのが告発ですので、それはもう、告発される方も、非常に勇気を持って委員長を提出してくださったと私は思っているんですけれども、私もですね、少しちょっといろいろ、どんな事態になるのかというのを考えながらですね、告発状を作って出したということはありますけれども、一番
と私がやっぱり問題だと思ったところは、国家庁の7ページに書きました、7ページの5というところで、まあ、苦言という格好ではあるんですけれども、なぜこういう告発に至ったのか、単に政治的責任についてではなくて処罰を求めるということを何でしたのかということはここに書かせていただいたと思っています。で、そうですね、読み上げてもよろしいですかね。有権者の政党不信が著しい昨今となってましたけれども、この、千葉県知事選の当時、まさにその小沢さん、当時民主党代表ですかね、の西松、いわゆる西松事件ですかね、それに対する批判というのが非常に、大きかったところです。そういったところ、そういった状況で、政党と人的、資金的につながりのある、まあ、公職の候補者がですね、あえて、まあ、無所属という格好で立候補されるということは、よくあることです。まあ、無党派という、いうところを取り込むと。で、非選挙を予備するんだということは やられていることなんですけれども、今回の研究ではそういうケースとは違うんだということですね。まあ、実際に配られたビラが前にありますけれども、反戦無所属ということで、おやりになったということでありまして、まあ、当時だから、これは告発の内容に関わりますけれども、当時森田さんがどのような立場にあったかというと、自民党の、支部長ということで、それでもう前回の県知事選に落選された後から、今回の知事選の準備をされてたわけですね。そういう資料も新聞記事で出してますけれども、そういう地位、そういう準備期間中ずっと、政党の支部長という立場で、個人では受領できない多額の企業団体献金を含む資金を政治活動に利用することができたんだと、そういう立場にあったにもかかわらず完全無所属、そういう、まあ、政党とは一切しがらみ、つながりがないということを起訴した、これはもう非常に悪質なんだということを思って告発を、しました。で、まあ、ちょっと続けて、読みますけれども、今回の、まあ、森田さんです、非告発人というのが森田さんのことですけれども、非告発人の声が見過ごされるならば、民主主義の重要な要素である選挙の公正を実現しようとした公職選挙法の趣旨は没却され、今に対し当選さえすれば、公職選挙法に違反しても処罰されることはないと、誤ったメッセージを発信することとなると、まあ、こういうことはもう絶対避けなければいけないので、ぜひとも捜査の上処罰をしてほしいと、こういう告発であります。で、公職選挙法の、今回の告発に関する条文というのが一番最後につけて、ありまして、告発の最後のページですね、第235条1項というのが関連する条文です。で、候補者の方がですね、選挙期間中に、虚偽の事項を公表したと、こういう、ことに対する処罰でありまして、結局、選挙期間というのは非常に限られた期間ですね。今回の知事選でいうと、15日ぐらいですね、3月12日から29日まで、こういう限られた期間に、なんていうんですかね、まあ、候補者が自分のことについて虚偽の事項を公表すると、そうするとそれに対する批判が十分にされないままに、そういう虚偽の事項を前提にして選挙がされてしまう、そういったことは非常にその、選挙の公正を害する行為なんだということで、こういう規定があるんだというふうに理解しておりますけれども、で、まさにこの、今回の森田さんの行為はこの、公正法の規定に違反するんだということで、告発をいたしました。それで一番その、まあ、問題というんですかね、課題というか、この告発が認められるため の、 そうですね、まあ、課題ですね、問題点というのは完全無所属ということの意味合いであります。検察官と5月にお会いして、まあ、少し捜査の状況などを伺ったんですけども、その時も検察官から言われたのは、まあ、今回の告発というのはやっぱり完全無所属ということの解釈ですねと、
ということは言われております。まあ、消毒取るだけだったらやっぱり問題になりませんから。